キングダムの神話史実だと無能だったってガチ？に対する読者の反応集。神話史実だと無能だったって本当？まるで漫画だというのみたいな。作画コストのせいかずっと鎧もらえず、ボロギのまま馬乗ってたのはシュールで笑えた。応戦が異常なだけ。生き恥レベルの大失敗したのが超有名で、それ以外に何した人か知られてないだけだよ。大将軍になったくせに、どこで活躍したのかいまいちわからんから、主役にしたんじゃなかったっけ。大失敗したのに粛清されてないから、こいつ始皇帝と個人的に仲良かったんじゃね？って説が元になってる。活躍したから失墜した王家や儲けに比べるとしょぼいだけ。円や姓を滅ぼすのに功があったんだから無能ではないだろ。実際問題その頃には、国力でまず負けない状態だったから、確たる材料としては弱い。まあでも相手も悪い。白旗に勝てる奴は史上でもなかなかおらん。